安川ダムは、滋賀県高架市、一級河川、淀川水系安川に建設されたダムである。農林水産省近畿農政局が管理する農林水産省直轄ダムで、高さ52.7メートルの重力式、コンクリートダム。水源の確保に悩まされてきた大見盆地南部への、灌漑用水供給を目的に戦前から計画され、 太平洋戦争による中断を挟んで完成した農業用ダムである。ダムによって形成された人造湖は特に名称が付けられていない鈴鹿国定公園に指定されている。大見盆地は有数の国草地帯であるにもかかわらず、琵琶湖に流入する多くの河川は天井側の傾向が強く、このためしばしば水不足に陥り多くの地域で生産な水争いが頻発していた。 安川は、琵琶湖に流入する河川では、最大規模であるが、同様の状況が続き、本河川中流や石部共作部以下流へ安定した農業用水を供給することは、流域農民の悲願でもあった。1939年安川普通水利組合は、滋賀県に対し安川流域の根本的な、灌漑整備を求め、陳情した。この結果滋賀県は、同年より、 現地点に農業用貯水ダムの建設を計画し、建設に入ったが1944年、戦争の激化に伴い事業は中断を余儀なくされた。戦後の混乱期、極めて厳しい食料需給状況は合死者を生む悲惨な状態であった。こうした切迫した状況を改善するため農林省は、全国4水系流域において、国営農業水利事業を発足させた。 水系を一貫して開発し、系統的な農業用水整備を行うことで、食料増産を図るのが目的であり、農林省版河川総合開発事業とも言えるものである。1947年より開始された事業の対象として、大井川、九ず川、加古川水系そして安川が選定され、同年から国営安川農業水利事業が施行された。 この根幹施設として安川ダムは着目され、事業は滋賀県から農林省へ移管された。建設工事は再開され、1951年、完成支流域の悲願が実現した。再開発中継式は重力式、コンクリートダム、ダムの高さは52.7メートルである。ダムの水は本川下流に1954年建設された石部投資港と、 翌1955年に建設された水口投資校より取水され、沿岸の地を潤している。国営安川農業水理事業は1955年に完了したが、その後施設改良を行うため1974年より、国営造成土地改良施設整備制度が施行され、ダム洪水破棄などが改良されている。安川は天井側であり、水害の被害も頻発していたが、 安川ダムは洪水調節機能を有していないため根本的な治水整備は遅れていた。滋賀県はダム下流の高賀郡土山町青土地先に1987年、補助多目的ダムである青木ダムを建設し、安川流域の治水と高賀市等への浄水道、湖南工業地域への工業用水供給を図った。一方安川ダムは建設より50年経過にあたり、 設備の老朽化が進行していたため、近畿農政局による安川ダム改修事業が行われ、ダムの1.7メートルかさ上げ、洪水破棄改築による施設の機能を回復を行った。この他従来は固定関であった石部投資校も改良され、稼働関として全面改築された。ダムの側を国道477号が通過する。安川ダムから 湯の山温泉の区間は鈴鹿スカイラインとも呼ばれ、以前は有料道路であったが1997年11月12日に無料化された。ダムから先に進むとご在所だけ竹平峠に差し掛かり、峠を越え、三重県へ入ると湯の山温泉へ至り、四日市市方面へ抜ける。この区間は秋には鮮やかな紅葉を楽しめるが、冬季には気象状況に応じて、 不定期に通行止めになることが多い。ABCDE 滋賀の農業水利編成市滋賀県2018年2月43ページ2019年8月15日閲覧ありがとうございます。